これからチャレンジしたいのはずっと言っているのがネトラレ NTR。 神木小姐真的最色的就是那个胸部上面那个字，超级推荐。けどまだ自分は演技力がそこまでないので、もっとドラマ作品でステップ踏んで NTR を。大家好，我是钟子通，来到了久违的女优采访单元。我们这次在 SOD 本部访问到是人气超高的专属新人神木莉。神木莉です。22歳です。よろしくお願いします。人仙气满满，美到不行。我很想要跟荧幕前面的你们传达我现在有多开心，但是哇，太美了。那我们第一个问题就是先问说，神木莉小姐当初是从《魔镜号》25周年的试镜活动夺冠，然后进而在 SOD Star 出道，可以跟我们分享当初为什么会参加这个比赛吗？デビュー作でもお話しさせていただいたんですけど、まず一つ目が美容業をまずしておりまして、はい、そちらの仕事の独立資金のためにまず応募させていただいたのと、憧れていた女優さん、はい、はい、小倉優奈さん、エソブスター、はい、小倉優奈さん憧れて応募しました。老实说，我当初看到那一个25周年纪念的活动，然后我看到那个好像有8位参选的活动者吧，我那时候看到我就觉得说，神木莉小姐根本赢定。本当ですか？ありがとうございます。就这个一定赢了吗？那接下来就想要问说，神木莉小姐因为原本是在美容业，在拍摄 AV 之前，对 AV 的理解是程度是多少呢？そうですね。印象まずそんなに偏見はなかったので、あまりなんですかね、エッチな女優さん可愛いなっていうふうに思ってました。H 很可爱这样子哦。那这样进入业界之后，你觉得最吃惊的事情是什么？例如会觉得说，怎么拍 A 片跟实际的性爱差那么多，会有这种想法吗？撮影のエッチはやっぱりプライベートよりも激しいっていうのと長い。もう入れてる時間も触られてる時間も長いので、結構今はノーマルじゃあんまり興奮できないぐらい。所以就是私底下的话，神木小姐会觉得自己是个比较好色的女生吗？そうですね、最近プライベートでしてないんですけど、過去のことになるんですけど、そうですね、過去の方でも多分私から結構グイグイ行くタイプなので、結構上に乗っかっちゃうタイプなんで積極的だと思います。那因为现在目前神木小姐算是 SOD Star 里面的新人，虽然入行的时间还不长，但是非常受欢迎，在台湾的人气真的非常高。就是神木小姐有觉得自己受欢迎的原因是什么吗？然后对自己身体上有没有觉得说哪个地方比较有自信这样子？最初自分がコンプレックスだと思ってたんですけど、胸のほくろとか背中のほくろがすごい今はみんなに愛されてるので、そこがチャームポイントかなって思います。我说真的，我一开始写在脚本上的哦，神木小姐真的最色的就是那个胸部上面那个字，超级推荐。目前的话，虽然神木小姐拍摄的作品没有那么多，但这样的话还是想要问一下说，有没有印象比较深刻的作品，以及现在拍摄到现在下来觉得最辛苦的拍摄经验是什么？一番好きな作品はやっぱデビュー作、初めて人の前。しおりさん。そうしおり、そうしおり。しおりでまずデビューした時の初めてのカメラの前のエッチとか印象的で、やっぱ今でも忘れられない。やっぱあれは大事にしていきたいなって思っています。で、一番苦労した作品は最近撮ったのと4作目のイメクラ。あ、はい。はい、コスプレ。ですね、コスプレの作品で、その風俗とかそのソープとか、やっぱどこまでが OK でどこまでがダメっていう設定があんまりよく理解できないままやって、ちょっと悔しくてできなくて泣いちゃった。哭了，哭了。因为他的出道作品其实还不是叫神木莉，是叫狮子小姐，所以其实有一些人如果要找他出道作品的话，反而会有点麻烦这样子。接下来就想要问说，神木小姐有没有想要挑战的题材，或是说想要扮演的角色的类型？これからチャレンジしたいのはずっと言っているのが
寝取られ NTR。 あけどまだ自分は演技力がそこまでないので、もっとドラマ作品でステップ踏んで NTR を、はい、やりたいと思ってます。其实也会看这么多作品之后，就会想要看说女优挑战一些戏剧性，可以看到她演技那一面的作品。我觉得这也是你非常期待的啦。那接下来就想要问说，神木小姐平常喜欢做什么休闲活动？没头するものがまだ見つかっていなくて、最近猫を飼い始めて、キャット。没有特别有兴趣，但自己有。有，我猫就是一个兴趣。猫就是一个兴趣，对对，猫就是一个兴趣。想问一下神木小姐，有没有喜欢吃的东西？今芋とエビが大好きです。芋头。我想问一下，神木小姐喜欢吃的芋头是甜的还是咸的？可以接受芋头放到火锅里面煮吗？日本では鍋に芋を入れるんですか？いや。我们是朋友的啦。是的，是的，入れない。台湾的吗？帮我翻译这句：台湾的怪人都会把芋头加到火锅里面的。台湾的话，偏台人が芋を鍋に入れる。偏台。那这样的话，就是说，神木小姐如果有没有推荐说，我们海外的观光客来到日本之后，一定要吃看看的餐厅，那种私房餐厅，或是说一定要吃看看的美食？やっぱ日本といえば寿司。寿司、はい。もう私も寿司大好きなので、寿司のエビを食べてほしいです。因为现在已经恢复旅游了嘛，国外旅游，所以就是想说，神木小姐有没有就是说我们海外的观众的话，来到日本有没有说推荐我们去玩去逛的景点这样子？そうですね。やっぱ関東だったら東京ディズニーランドとか。東京ディズニーランド。テーマパーク本当楽しいとこなので、私も年4回ぐらい行くぐらい好きで、はい。京都だったら。清水寺が私は一番好きです。今一番お気に入りの場所です。啊，清水寺，京都真的很美。那接下来最后就是想要请神木小姐对海外的观众讲几句话。と日本からデビューしたのに見つけてくれてありがとうございます。今後とも今月は台湾イベントでお邪魔させていただくんですけど、また機会あればどんどん台湾のファンの方と交流を持っていければなと思っています。よろしくお願いします。Yeah. 那今天真的非常高兴可以访问到神木小姐，也请各位影迷可以继续支持她。今天的节目差不多到这边，我是钟子通，我们下次见，拜拜。